こんにちは、皆様こんにちは。ブラマニのガクです。おつぶらです。今日もまたまた耳で聞いていただけるラジオのような動画、ブラマニの耳、略してブラ耳、お送りさせていただきたいと思います。今日の話題は、今週ブライス公式さんの方で発表になった新しいネオブライスダンディ・ディアレストさんのね、最終画像が公式さんの方で出たので、そちらの方語らせていただきたいと思います。通勤通学のお供に、ご家庭の家事の合間やお仕事の休憩時間に耳で聞いていただけるようなラジオのような動画に仕上がっておりますので、どうか最後までお楽しみください。また今回のですね、こちらのダンディ・ディアレストさんの画像ですね、画像は公式さんの方のサイトの方からお借りしておりますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらの動画の概要欄の方に公式さんのサイトのアドレスのホームページ貼っておきますので、ぜひ訪れてみてください。それではブラ耳、始めさせていただきたいと思います。はい、それでは早速ブラ耳の方をお送りさせていただきたいと思います。今週の5月の15日に新しいネオブライス、オデッドレイクオブティアーズさんが発売になったのですが、皆様もうお迎えなされたでしょうか。発売の1日や2日前にね、もう配送の方が始まって、インスタグラムやツイッター、YouTube なんかでね、オデッドさんの可愛い動画や写真なんかがね、たくさん上がっていて、もう皆さんご覧になられましたでしょうかね。もうね、このブラ耳ご覧になっているね、ご覧になってくださっている方々でね、もうオデッドさんお迎えしましたよ、これからね、開封しますよっていう方も多いと思うんですけど、その発売になった翌日にですね、ネオブライス公式さんの方でですね、新しいネオブライスさん、ダンディ・ディアレストさんの最終が発表になりました。こちらね、ダンディ・ディアレストさんなんですけどね、6月の12日金曜日に2万1500円税抜きで発売されるということで、ね、イラストはね、もう1ヶ月前に出ていたのでね、どんな感じかなという想像はね、していたんですけどね、今回公式さんの方でね、大きくたくさんのね、最終画像が発表になったということで、早速ね、こちらのブラ耳の方でも詳しく見ていきたいと思います。こちらね、ダンディ・ディアレストさん、もうイラストの時点でどのような子かね、黒いタキシード姿のね、ブライスさんということで、本当に名前のようにダンディーなね、ちょっとこう男の子、男装の霊人のような感じのね、ブライスさんが出るんだろうということは思っていたんですけど、最終画像を見たらですね、すごくこう立派な、こう思った以上にカチッとした仕上がりの、こう麗しい、本当に男の子のようなね、男性のかっこいい凛々しいネオブライスさんに仕上がって、ちょっとびっくりしましたね。僕もうちょっと可愛い女の子が男の子の洋服を着た、ちょっとコスプレをした感じのね、イメージを想像していたんですけど、思った以上にカチッとしっかりとした男性のね、紳士服の清掃なね、こう、塩ビ服といいますか、こう、テールコートのこう立派なね、こう清掃のフォーマルなスーツを着たネオブライスさんだなぁなんて、ちょっとびっくりしましたね。もうちょっと詳しく、それぞれね、見ていきたいと思うんですけど、このような感じで、ブライスさん、こちらね、白い壁をバックに、こう、すべてね、タキシードに、シルクハットに、杖に、ブーツを履いたね、こう、ダンディーさんが出ているんですけど、その隣には、ハットとですね、ジャケットを脱いだ、こう、中のね、白いブラウスとベストを着たね、あと、七分丈のパンツを履いたブライスさんがね、こう、壇上っていうんでしょうかね、ちょっとこうネイビーブルーのカーテンにこうちょっとね、隠れた感じで出ている画像が出てるんですけどね、こちら見る感じ、ボブ、長めのボブの女の子、シルバーヘアの長めのボブですね。ボブ、今までのボブの子ってもうちょっとこう短い感じのボブの子が多かったんですけど、今回このダンディさんはね、本当に長めのボブということでね、この裾の部分、ボブの部分ね、ザンバラになってるのか、それともしっかりね、切られて揃えられているのかわからないんですけど、多分こう自分でちょっと内巻きにね、こうヘアスタイリングして整えてあげなきゃいけないタイプだと思うんですけど、すごくこう新鮮な感じのボブだなぁなと思ったんですね。今まで出た感じのボブってもうちょっとこう短めのね、ボブをこう自分で整える感じで、こう仕上げていく感じだったんですけど、もうちょっと長い普通のボブの、今まで出たボブの子よりも
もうちょっと5センチぐらい長い感じのね、ロングのボブで自分で整えたりですね、こう切ったりね、揃えたりして、もうちょっと短くもできるような感じでね、すごくいいのではないかななんて思いましたね。やっぱり一番先にこのダンディさん目についたのがアウトフィットですね。アウトフィットの方を詳しく見ていきたいと思うんですけど、このような感じでですね、付属品がすごく多いアウトフィットなんですね、ダンディさん。でまず一番先にこう目についたのが、こうイラストの時点ではね、このジャケットですね、ダンディさんのジャケット、フォーマルな、清掃のフォーマルなタキシードのようなね、ジャケット、もしかしたらこう塩ビ服みたいに後ろの部分がこうツバメのね、尾っぽのような感じで尖った感じの塩ビ服で来るのかなと思ったらですね、全然そんなことはなく、もっとフォーマルな、なんて言うんでしょうかね、こちらのこうテールコートっていうんですかね、こう塩ビ服のような感じで尖った感じではなく、もっとこうストレートな感じで着られているこうテールコートですね、ほぼ水平にカットされたテールコートのジャケットがついているということで、すごくこうびっくりしたですね。もうちょっとこう今ね、ほら黒執事さんとかこう流行ってたじゃないですか、一時で。執事さんのイメージだと塩ビ服のこうもっと尖った感じのね、ペンギンのような感じのツバメの尾っぽのような感じのこうジャケットのデザインで来るのかなと思ったら、もっと正式なフォーマルな清掃のテールカットっていうんですかね、テールコートタイプのジャケットということで、すごくカチッとした正統派、本当に正統派のこうタキシードで、のデザインで来たということでね、すごいこう今回このブライスさんをね、このアウトフィットデザインされた方、すごく清掃フォーマルなね、タキシードの清掃を分かっていらっしゃる方がデザインしたんだななんてちょっと思いましたね。でやはりイラストの時点では細かい部分のね、仕様が分からなかったんですけど、今回このね、最終でより詳しいアウトフィットのディテールがね、見えたんですけど、やはりこちらのジャケットの袖口が折り返されていて、折り返しの部分にはですね、レースの、ブレードのね、白いレースのブレードが袖口に施されていて、折り返しの部分には裏地がちょっとネイビーブルーの裏地のようなジャケットだと思うんですけどね、その裏地が見えていて、そのカフスの部分にね、しっかりボタンがね、ついていたり、こう折り返された白いレースのブレードの部分がね、すごく新鮮で可愛いなと思いましたし、またこう胸元のね、ジャケットの部分ですね、こうダブルな感じのジャケットになっていて、胸元にたくさんのね、ゴールドのボタンが配置されていて、こちらもね、こうカフスボタンと同じような多分ゴールドのボタンだと思うんですけどね、ちょっと詳しく細かい部分までちょっと見えないんですけど、こちらのね、タキシードの写真を見ると、胸元にね、ダブルでボタンが施されていて、胸元にコサージュのようなね、ブルー、濃いブルーとですね、薄いブルーのバラのようなね、コサージュの花のこう 胸飾りっていうんでしょうかね、がついていたりして、すごくこうカチッとした男の子っぽいね、こうボーイッシュな清掃のラインなんですけど、胸元にバラのこうコサージュのようなね、花がついているということで、ちょっと女の子らしい部分もね、しっかり出ていて、すごく可愛いなと思いましたね。こちらのジャケットに使われているスーツなんですけどね、こちらのスーツ、ピンストライプのこう黒のようなこうダークブルーのようなね、ピンストライプのしっかりとした生地に、裏地にですね、こうバラのような波のようなね、生地が使われているということで、しっかりとした本当にカチッとしたジャケットにね、仕上がっているので、かなり期待できるのではないかななんて思いますね。でこちらのジャケットに合わせてですね、彼女が着ているこちらのパンツですね、七分丈の半ズボンタイプのスーツになっているので、ね、この辺なんかもまたこう男のね、人の清掃にはない女の子らしいラインが出てて、すごくガーリーなね、すごくいいのではないかなと思いましたね。でまたこちらのジャケットを脱ぐとですね、このような感じで、ブルーのちょっと明るい感じのね、ブルー斜めのストライプの生地が使われたブルーのベストがついているということでね、コートの中ですね、ジャケットコートの中にはこのベストがついていて、このベストですね、ダブルボタン
またね、ダブルボタン、ジャケットとね、あのコートと同じようなダブルボタン、裾の部分にはジャケットと同じようにですね、レースのブレードがあしらわれているということでね、本当にこう、コート、ジャケットのね、下のコートを脱ぐと、こういったベストが出てくる。で、さらにそのベストの下にはですね、白いシャツがついているようで、白いシャツの襟元と袖口にはですね、フリルが施されているのかな？フリルだと思うんですけどね、レースではなくて、フリルですね、襟元と袖口にはフリルが施されていて、胸元に大きな白いね、リボンがついている、蝶ネクタイよりも大きめのリボンということでね、これまたやっぱりこうブライスさんね、女の子なので、この辺もまたね、こうガーリーな部分をこう出しているという部分ですごく可愛いなぁなと思いましたね。コートにベストに白いワイシャツに半ズボンのパンツスタイルということで、この全部カチッとしたね、男の男性の清掃なタキシードのようなね、アウトフィットなんですけど、しっかりとね、ところどころにガーリーなね、女の子っぽいアイテムを配置することで、すごくこう、バランスがね、こう、よく、おしゃれだなぁなんてすごく思ったのでね、これはもう期待できるなぁなんて思いましたね。あと、今、こちらですね、ベストの中ですね、ジャケットを脱いでベストを、そのベストの下にはですね、しっかりとしたシルバーのカマーバンドまでついているということでね、そのカマーバンドってあまりこう、使うことはないと思うんですけどね、今、現代でね。こうヨーロッパではよく見られるんですけど、カマーバンドといったこうシルバーのこうベルトの部分っていうんですかね、シャツとこうパンツの部分の間を隠すこうベルトの役割でね、ついているんですけど、このカマーバンドですね、カマーバンドがついているということは、このダンディさんのですね、アウトフィットは夜の清掃ということでね、昼とか朝方に使う、昼間に使う清掃ではなく、夜の清掃だということがわかるのでね、この夜のいでたちということで、このダンディさんね、夜これから出かけるのに清掃した感じのね、設定の、こう、アウトフィットになってるんだなというのがわかりますね。で、付属にはですね、付属に大きなシルクハットですね、コートと同じような感じの、色合いなんですけど、もうちょっとこうビロードっぽい感じの素材感が、ご写真では分かるんですけど、実際には分かんないんですけど、ちょっとビロードっぽい高級感のある、この間ルミ・デミトリアさんの帽子に使われていたようなこうビロードっぽい肉厚のね、生地のシルクハットではないかななんて個人的にはちょっと思ってるんですけどね。で、そのシルクハットにはですね、大きなリボンがね、ネイビーブルーのリボンがついているんですけど、こちらのリボンの生地は、コートジャケットですね。このダンディさんのテールコートタイプのジャケットの裏地に使われている生地と同じ生地でリボンが使われているということなのでね。袖口からも裏地が見えてますし、コートのね、裏地も、コートの、長いコートのね、裏からこう、覗いて見える裏地と同じ、ネイビーの生地が使われている、シルクハットに使われているということで、かなりこう統一感もあってね、すごくいいと思いますし、またですね、白いハイソックスに、ロングブーツですね、ハイヒールタイプの編み上げのロングブーツで、多分黒と焦げ茶で切り返しが、色分けがね、なされている編み上げのハイヒールタイプのね、ロングブーツもついていて、こちらのロングブーツね、すごくこう履かせやすくて重宝しそうな感じのね、ブーツですごくいいなと思いますし、で、シルクハットと同じく目につくのが、こちらの杖ですね。杖本体が黒で、持ち手がシルバー。で、シルバーと黒のこう境目の部分にゴールドの色がね、使われている3色使われた、ちょっと変わったね、こう丸い、ボツボツした感じの杖が、付属品でついているんですけど、こちらの杖、僕ね、今までこう持ったことがなかったんですけど、2009年に発売されたアクセサリーブランドキューポットさんとのコラボの子で、プリンセスミルクビスケットキューポットさんが初めてね、持っていた杖を10年ぶり以上ぐらいでしょうかね、に使った新しい付属品の杖ということでね、キューポットさん以降から使われていなかったと思うんですけどね、今まで僕が買ったブライスさんの中にはついていなかったと思うので、この杖はね、なので本当に11年ぶりに
こう使った金型をね使った杖なんではないかなと思ったのでね、やっぱりこういった付属品の金型はしっかりね、タカラトミーさん工場でキープしているんだななんてちょっと思いましたね。なので昔ね、あとこの間あのフィービーメイビーさん、タイムトラベラーのね、フィービーメイビーさん開封レビューしたんですけど、その時にあのトランクがね、ついていたんですけど、そのトランクもね、前アニバさんに使われていたトランクの使い回しということで、今回もね、こちらのダンディさんの杖、キューポットさんの杖の使い回しということでね、かなり面白いなぁなんて思いましたね。今回このダンディさんのね、杖がこのように使われたということで、このたった杖の部分なんですけど、キューポットさんね、僕をまだお迎えしていないので、杖、見比べてみたいなという意味でも、キューポットさん急にね、お迎えしたくなりましたね。今ではかなり、こう、すごい金額になってるので、ね、キューポットさん。僕が集め始めた頃は、まだ普通にね、定価で買えてたりしたので、その頃をお迎えしておけばよかったんですけどね。もう10年近く経って、なかなかね、もう今では手が出ない価格になってるのでね。まあ、杖を見たいがために、キューポットさんをお迎えするのも、ねえ、どうかなと思うので、まあ、キューポットさんね、可愛いですしね、コラボっ子なので、ぜひいつかね、お迎えしたいなとは思ってるんですけどね。こちらですね、付属品もう一個最後に、黒いスタンドでしょうかね、シルバーの支柱に黒いスタンドがついているようですね。で、また、ダンディさんの下着なんですけど、まあ、凝った下着ではなく、いつもの切りっぱなしのね、切って縫い合わせてあるだけのシンプルな下着がつくようですね。まあ、今回このアウトフィット、ね、ネイビーブルー、どちらかというと黒に近いネイビーブルーなんですけどね。まあ、ね、下着が白で、ハイソックスが白で、白い、ワイシャツを着ているので、あまり色移りの心配はないのかなとは思うんですけどね。まあ、一応、ね、白いハイソックスを履かせる前に、タイツね、色移り防止用のタイツを履かせてから、この、半ズボンタイプのね、パンツを履かせて、あとまあシャツね、こう首元までこうしっかりフリル、あと袖口もね、フリルがついているので、色移りはそんなに心配ないのかなとは思うんですけど、まあ若干心配だったりもしますね。色移りね、やっぱり濃い色なのでね。本当にアウトフィットだけ見る感じだと、本当にこうしっかりとしたね、カチッとした、こう本当にこう貴公子の正装をイメージしたと書いてあるんですけど、本当に古き良きベルエポックのね、イギリスのロンドンの街並みをね、こう、闊歩するような素敵なね、ブライスさんのアウトフィットに仕上がってるなぁなんて思いましたね。で、次に彼女のですね、中の、ダンディさんのね、中のドールの方、詳しく見ていきたいと思うんですけど、この中のダンディさんですね、フェイスタイプはラディエンスリニューということで、ラディエンスリニュー、まあ、16型か19型かはちょっとわからないんですけど、頭皮交換のしやすいラディエンスリニューということで、これまたこの子も売れるんではないかなと思いましたね。で、最近発売したオデットさんが16型だったということなのでね、リニュー16でも19でもね、ちょっとガチャ目がちだったり、こう下目がちだったりするのですけど、まあ自分でね、簡単にリニューは回答して目線直しできるので、まあ19型でも16型でもどちらでも構わないんですけど、まあ16型の方が安心感はあると、まあどちらもどっちもどっちなんですけどね、まあ19型も僕ね、どちらかというと16型よりも19型の方がなんとなく可愛いんではないかななんて思って、たんですよ。なんでかわかんないんですけどね、アイルロファイルスタイルさんとか、あと最近だとベアさんが19でしたっけ。なのでなんかこうアイルロファイルさんもそうですし、ベアさんもなんとなくこう華やかな感じ、ラディエンスリニュー16型よりも花があるような感じがするんですね、19型はね。なのでどちらかというと僕個人的には、まあ、手間がかかりますし、ちょっと作りが雑だったり、目線直しに手間がかかったりですね、する部分で19型、こう、いまいちね、いろいろこう、難があるフェイスタイプなんですけど、どちらかというと19型の方が好みなので、このなんかダンディさん、パッと見19型ではないかなーなんてこう思うんで、まあ、髪色がね、アイルロファイルさんに似ているせいもあって、なんとなくこう、アイルロファイルスタイルさんっぽいかななんてちょっと思ったり、あと、ベアさんですね。2月に発売されたベアさんみたいな、こう、鼻のある派手めな感じのお顔な気がしたんですね。で、また、オデットさんがね、ちょっと落ち着いた感じ
で16型だったということなので、オデットさんね、発売されたオデットさん、次にまた16型使うとね、金型が消耗してしまうので、やっぱりこう16型19型交互にね使うような感じだと思うので、ダンディさん個人的には19型で来るのではないかななんて個人的には思ってますね。まあ、これはね予想なんですけどね、必ずね公式さんの方がね、先に16か19型かは発表しないで、一応もうラディエンスリニューというね括りで発売されるのでね、実際に何の型で来るのかちょっとわからないんですけどね。フェイスカラーはフェアということですね。スノークリームフェアレギュラーなので、上からですね、3番目に顔色がね白い子ということで、レギュラーよりも白目で、クリームよりもこう肌色に近いこうフェアということなので、かなりこう健康的なね儚げな感じではなく、どちらかというとこうもうちょっと普通肌っぽい感じっていうんですかね、健康的なね、まあダンディさんこう男の子っぽいイメージのね、貴公子がイメージなので、ちょっとこう日焼けしている感じっていうんでしょうかね、まあ、日焼けまではいかないんですけど、色白な感じではなく、もうちょっと健康的なね肌の色のフェアで来るということで、すごく期待してますね。僕もどちらかというとね、最近あまり出てないんですけど、レギュラーの肌のブライスさんすごく好きなんですよ。なぜかというとこう、まあ、もちろんねスノーとかクリームとかの色白の肌の子もね、こうやっぱりこう写真映えしますし、すごくいいんですけど、まあどの色が好きかって、やっぱり一番フェアが好きなんですね。白くもなく肌色ではないんですけど、その次に好きなのはやっぱりこうクリームだったり、あとレギュラーだったりするので、まあクリームはねよく出てるので、逆にねあまり出てないこうレギュラーの顔色の子がね出てくれたらいいなーなんて思うんですけどね。レギュラーの顔色の子ってこうあまりこうインスタ映えというか写真映えはしないんですけど、なんかこう古き良きこうドールっていうんですかね、こうセルロイドのこうドールっぽく感じるのはレギュラーの肌の子だったりするので、ね最近全然出てないので、レギュラーの子もたまにはね出してくれたったらいいななんてね、色白か色黒っ子かになってしまうのでね、レギュラー本当にないので、レギュラーそろそろ出してくださってもいいのではないかなと思ってるのでね、特に今回ねこの貴公子というね男の子っぽいイメージのブライスさんなので、よりねこのダンディさんでレギュラー出してくださってもよかったんではないかなと思うんですけどね。メイクの方がアイシャドウがグレーで、まぶたが成型色のグレーということでね、珍しいなと思いましたね。成型色グレーで、でアイシャドウがグレーで、あまりグレーのアイシャドウの子たちいないんですけど、今回このちょっとこうシルバーがかったシルバーヘアのねダンディさんなので、まあ、髪色とねアイシャドウのグレーが相まって目立たないのではないかななんて思うのでね、すごくいいなと思いましたね。でグレーのまぶたということで成型色で、でねあまりまぶたね眠りスリープアイにしなかったら目立たない部分なのでね、あまり気にならないですし、面白いなと思いましたね、成型色のグレーのまぶた。で今回このダンディさんまた前髪長めに切られてると思うので、まね、あまり手を加えなければグレーのまぶたも、ね、目立つことがないので、ね、悪目立ちすることがないと思うので、すごくいいなと思いましたね。でね1個前 の, オデットさんは、ね、ブルーのアイシャドウだったので、ね、ブルーのアイシャドウもこう個体差によって、ね、濃いブルーだったり薄いブルー の, オデットさんがいるようなので、ね、今回のこのダンディさんもね個体差で薄いグレーの子だったり濃いグレーのアイシャドウの子だったり出てくると思うのでね、できれば薄めのねこうブルーのアイシャドウとかグリーンのアイシャドウとかグレーのアイシャドウはやっぱりちょっと癖があるのでね、薄めのアイシャドウで来てくださったらいいなとは思うんですけどね、うん、でデフォルトの黒いのりまつげですね、いつものねのりまつげということで、まあね男の子をの清掃の霊人というか貴公子のねご設定なので、まあこの辺はね本当に黒 まつげでまあ合ってるのではないかななんて思いますね。でこちらアイの方ですね、アイの方を見ていくと正面にデフォルトのブルーですね、正面にデフォルトのブルー、次に右目がスペシャルカラーのライトブルーで、次に正面にまたスペシャルカラーのグレーですね、で最後に左目がデフォルトのグリーンということで、ほとんどね寒色系のブルー、ライトブルー、グレー、グリーンでね寒色系のアイで来ているので、
まあ、全体的によくまとまった、ね、シルバーのヘアにシルバーのアイシャドウにね、黒いまつげにこう寒色系のねアイカラコなので、まあね、例のごとくたまに、まあ、僕ピンク好きなのでね、ブライスさんカラコンの中でピンク好きなのでピンクが入っててもよかったのかなとは思うんですけど、まあね、この中でブルー、正面のブルー、スペシャルカラーのライトブルーで、やっぱりグレーのね、こうグレーのヘアにグレーのアイシャドウ、グレーのまぶたということで、ね、スペシャルカラーのグレーのカラコンは外せないということで、まあ唯一グリーンをピンクにしても良かったのかななんてちょっと個人的には思うんですけど、まあね、ピンクの子よく出てるのでね、まあ本当にこう全体的にね、アウトフィットも寒色系ですし、ヘアもメイクもほとんど寒色系なのでね、まあ寒色系のカラーコンタクトで、まあ合ってるのかなとは思いますけどね。チークとリップがサーモンピンクなんですけど、ちょっとかなり濃いめのピンクだなぁなと思いますね。サーモンピンクといっても、本当にこう薄めの、ピンクで来る場合と、濃いめの今回のこのダンディさんのようなね、サーモンピンクでもかなりトーンの低い、なんですかね、濃いトーンのサーモンピンクだなぁと思ったのでね、こう、まあ、ね、メイク、すごく、まあ、濃い、こう、ちょっと濃い、リップが濃いめかなとは思ったんですけど、まあ、ダーク系のね、サーモンピンクなので、まあ、ね、男の子イメージのブライスさんにはよく合うんではないかなと思うんですけどね。まあ、ね、チーク、どのぐらいの濃さのチークで来るかにもよるのでね。まあ、ね、ラディエンスっぽい、ラディエンス無印のね、頃の、ほんわかとしたチークでね、最近来る子が多いので、ダンディさんの写真を見る限りで、かなりメイク薄い、チークの薄い子で来るんではないかななんて思うのでね、その辺期待していたいなと思いますね。さすがね、男の子設定ということで、イヤリングはなし、マニキュアもなしのね、普通のデフォルトの部分ということでね、そんな感じで、なんですかね、ドールのね、こうプラスマイナスですね、もうこう引くところは引く、足すところは足すような感じでね、こう例えばアウトフィットをもうこれでもかというぐらいアウトフィットを詰め込んである部分、うん、やっぱりこう本体の部分はね、まつげがデフォルトだったり、イヤリングがなかったり、マニキュアがない部分でね、こう足し算引き算、引き算がよく計算されたこうブライスさんではないかななんて個人的にはね思いますね。このダンディさんね、ここまでこう詳しく見てきたんですけど、やっぱりこうね、トップショップ限定ネオブライスということで、でね、お値段も 21,500 円ということで、かなりお高めのね、お値段設定。まあ今、だいたい普通っ子だと 18,000 円前後がね、普通っ子の値段なので、21,500 円ということは、ね、クレアリークレアみたいな感じの、本当にかなり豪華なアウトフィットの金額のブライスさんなのでね、特に今回僕思ったのは、このダンディさん、クレアと並べたらすごい可愛いんではないかななんて、こう時代設定的にもよく合うのでね、クリアリークレアとダンディさん、こう2体並べたら絶対こうよく似合うと思うのでね、こうクレアの姉妹が出るのかななんてちょっと思ってたんですよ。でもこう逆にクレアとこう同じ年代のお友達みたいな感じのね、このダンディさんが出てくれて、こう2体並べたらすごく絵になるのではないかななんて今思ってるのでね、今度ダンディさんお迎えね、うちに来たらクレアと並べてね、写真撮ってみたいなとは思ってるんですけどね。でまたクレアのこう妹分みたいな感じのね、ミディでクリアリー、クレアのこうスリアリーでしたっけ、スリアリーって読むのかな、こうミディがね出るという噂があるので、こうクレアさんと今回のダンディさんとね、こうミディさん、こう3体並べたらすごくカチッとした感じのね、クラシックな感じのブライスさんでいいのではないかななんて思うのでね、ちょっと次回のミディこうすごく期待してますね。こう最近オデットさんとね、オディールさんとか、こうネオブライスとミディを組み合わせてね、2体こう買っていただくような設定のこうが増えているので、今度のミディのスリアリーさんもねすごく期待していますね、うん、こうダンディさんの完成度が高い部分、すごくこうミディのね、今度のベルエポック時代のミディさん、今度のすごく期待していたりするので、クレアの妹分
そしてちょっと期待はしてたんですけど、まあお迎えすることはないかななんてミディ思いつつ、今回のこのダンディさんのあまりの完成度の高さに、ね、次回のミディも期待してたりしますね。こうダンディ・ディアレストさん、僕見た時すごく可愛いなと思ったんですね。やっぱりボブの子、去年のね、シーセーラーシーさんもそうなんですけど、最近のボブの子たちってしっかり植毛されていて、量も多くてですね、髪が少ない分、こう、満足感がね、ボブの子って少なかったりするんですけど、最近のボブの子たちってこう、植毛の量が多いので、その辺の満足感もすごく高くてですね、今回のこのダンディ・ディアレスさん、僕、すごく好きだなぁなんて思ったんですね。今までこう、やっぱりこう、ブライスさんって、姫系のね、ドレス系ですとか、プリンセス系のブライスさんが多かったので、こう久しぶりにチェックイットアウトさん以来の、こうパンツスタイルの、ネオブライスさんだったので、すごく期待してますね。やっぱりこう、ね、やっぱり男の僕からすると、こう、男の子っぽい感じのね、アウトフィットのブライスさんってすごく親近感があってですね、高評価だったりするので、大抵ね、こう、色黒い感じのアウトフィットの子って僕の中では、評価が下がりがちだったりするんですよ。やっぱりこうアウトフィットの色移りの問題ですとか、こうコーディネートとか着させやすかやすさとか、こうやっぱりこう黒いアウトフィット、濃い色のアウトフィットってこう心配な部分が増えてですね、評価が下がりがちだったりするパターンが多いんですけど、今回のこのダンディ・ディアレストさんは、まあ、そういった部分を全てこう払拭させてくれるぐらい完成度の高い可愛いネオブライスさんだなぁなんて思ったので、これはもう本当に期待してますね。6月16 12日のね、もう発売ということで、もうすでにね、予約はしてあるので、こう、多分ね、6月12日ね、来月になってれば、ね、コロナの影響も多分下がってね、日本からの荷物もこう潤滑にね、届くと思うので、すごく楽しみに待っていたいなとは思うんですけどね。なので、6月12日、すごい楽しみ、発売がね、楽しみですね。まだね、うちにはね、まだやっぱりこうね、コロナの病気の影響で、シナモロール君も届いてないですし、多分オデットさんもね、今週発売されたオデットさんも多分1ヶ月ぐらいかかると思うので、到着までね。なのでまあ、その辺、こうね、楽しみに、ね、多分このディアレストさんが出る頃には、ね、国際的なね、輸送状況なんかもすごく改善されてると思うのでね。ちょっと楽しみに待ってたいと思いますね。なんかもう、まだね、僕これからね、シナモロール君も来ますし、オデットさんも来るのでね、もう楽しみがどん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 こう、溜まっててね、すごくいいですね。なので頑張ってね、到着次第、シナモロール君とね、オデットさん開封レビューさせていただいて、終わった頃に多分、こちらのね、ダンディさんも来ると思うのでね、はい、楽しみですね。あと、ダンディさんですね、一つ思ったのが、箱がね、ちょっと、こうパッケージですね、パッケージがちょっとこうダンディさんの本体の濃さに比べたらちょっとこう薄いかなってちょっと思ったのがね、ダンディさんの箱なんでこんなもうちょっとこうダーク系のね重い感じの箱で来るのかなと思ったら、すごくピンクとね薄いブルーのこう軽い感じの箱で入ってるので、あ、まあ逆に考えたら中のブライスさんが目立っていいのかもしれないんですけどね。あ、でもこう中のねブライスさんが濃い部分、やっぱりこうねブライスさんって女性のファンの方が多いので、こう手に取ってもらいやすいように箱はあえて女の子っぽいね色の軽めのあのパステルカラーの箱にしたのかもしれないですね。僕の中でいつも大抵こうチェックイットさんですとかね、あの箱って結構濃い色のこうしっかりとした色のダーク系の子で箱で来てたので、ダンディさんも勝手にね、黒っぽい感じの重い感じの箱で来るのかなーなんて思ってたんですけど、ね、ダンディさん明るい感じの女の子っぽい箱だったのでね、その辺がちょっとあれと思ったんですけど、まあ、逆にね、女の子に手に取ってもらう意味ではすごくいいのかもしれないですね。この写真を見る感じね、こう、園児系の箱で来るのかなーなんて個人的には思ってたんですよ。ネイビーブルーですとかね。なので、その予想に反して、薄いピンクのね、パステルカラーの箱だったのでね。あと今回この公式さんの、ダンディさんの写真ですね。やっぱり、今までのブライスさんとはちょっと違った感じの写真なので、カメラマンさんね、この間募集していたので、多分新しいカメラマンさんになったのではないかなーなんて、ね、オデットさんの時も思ったんですけど、すごく
雰囲気が変わっていいなと思いますね、僕的にはね。はい、今までのこうブライスっぽい外撮りのね写真と中のこうジオラマ風のこう写真があって、 でもなんとなく雰囲気的に今までのカメラマンさんと違うような感じの写真を撮られるの方なのかなと思ってるので、新しい公式さんのねカメラマンさん、新しくなったかどうかわからないんですけど、募集してらっしゃったのでね、多分新しくなったと思うので、すごくあの個人的には素敵なねお写真を撮られる方だななんて思いますね。まあ、この間あのオディールさんね、すごく辛口のブラミミをしてしまったんですけど、やっぱりねミディってこうカメラすごく難しかったりするんですよ、ミディの写真って。僕もミディ全然ねこう綺麗に可愛くね撮れなかったりするのでね、なのでオディールさん辛口のねこう評価してしまったんですけど、実際に本体を手に取ったらすごくもしかしたら可愛いこう、ね、すごく素敵なねミディさんなのかもしれないのでね、なのでそんないった感じでこうし、ね、公式さんのオディールさんの写真見た時にちょっとこう印象受けた印象とね、それをこうブラミミで素直にこう言ってしまったので、ちょっと申し訳なかったなと思いつつ、こうオディールさんのね本体が届いて皆様のインスタグラムとかねツイッター上げられた時にまたね僕の中でオディールさんのこう感想が変わるんではないかと思うのでね、すごく期待していたりしますね。次回のミディさんですね、クレアの妹ではないかと言われているシリアリーだかシンシアリーだかわからないんですけど、クレアのね妹ではないかと言われているミディさん、すごく期待しているのでね、楽しみにしていたいと思います。はい、それではね今回も長々とご視聴いただきおつぶらでした。もしよろしければね、こちらの本チャンネル並びセカンドチャンネルの方もやっておりますのでね、ライブ配信の方は主にセカンドチャンネルで、こちらの本チャンネルの方はブラミミですとかね、ドールの開封レビューの方なんかは主にやらせていただこうと思ってますので、どちらもチャンネル登録の方何卒どうかよろしくお願いいたします。それでは次回のね動画やライブ配信の方でお会いいたしましょう。ブラマリのおかげでした、おつぶらでした。で本当にこのねダンディさんね、すごく可愛いですし、こうね、まあ男のねドールファンと女性のドールファンではやっぱりちょっとこう趣味がね、趣味や好みが違うと思うのですけどね、僕って個人的にはすごく好きなブライスさんだなぁなんて思いますのでね、このダンディ・ディアレストさん楽しみだったりしますね、本当にね。うん、やっぱりこう女の子っぽいねピンクとか姫系のねこうドレスなんかのブライスさんもいっぱい出てるので、ちょっとこうお腹いっぱいの部分だったりのこう部分があるのでね、今回このようなこうね貴公子をイメージした清掃のね男装の霊人のようなブライスさんもすごくこう新鮮でねいいなと思うのでね、この子も多分製造数高いと思うのでね、たくさんの方にねブライスファンの方に行き渡るといいですね。はい、本当に可愛いなと思います。